女優の斎藤幸51日が11日所属事務所を通じてファックスでコメントを発表これまで報じられてきた50代開業医の男性との不倫を認めた上でもう終わりにしましたと関係が終了したことを公表したコメントでは応援してくださっている皆様ご心配をおかけして本当に申し訳ありませんと謝罪しお相手の男性に女優としても 女性としても頼りすぎてしまいましたと関係を認めた。今回のことはすべて私の責任です。今後お仕事で派生するペナルティーは覚悟してお受けいたしますと胸の内を明かし、せっかく依頼してくださったのに本当に申し訳ありませんでしたと深く謝罪した。先月3日の会見では本当のことをお話しできずと改めて振り返り、 子供たちが目にすることを考えると、あの公の場で何もかもお伝えすることは、私にはどうしてもできませんでしたと説明。夫には、ありのままお話し、謝罪しましたとし、このような状況であるにもかかわらず、今は子供たちのことを大事に考えよう、お互いに努力し直そうと言ってくれました。この先のことは、今後もよく話し合っていけたらと願っていますと明かした。また、 週刊誌に掲載されている写真について事務所から警察に相談しているため言及は避けるように指示されております。ご理解くださいと呼びかけている。斉藤は不倫が報じられた先月3日に記者会見を行い相手の男性について家族がみんなお世話になっているお医者さんですと釈明。同日のラジオの冒頭で昨日からいろいろ気を使ってもらうことがあって 指示で、と、涙声で話した。その後、今月4日に、フラッシュの公式サイトが、斉藤由紀と不倫医師、廃墟の7年不倫裏付けるハレンチキスと題した記事を配信。先月不倫が報じられた50代開業医の男性との関係について続報した。これを受け、斉藤の所属事務所が同日、今回は2年前の写真が流出したと説明し、世間の皆様、 関係各位には何度もお騒がせし、誠に申し訳ございませんと謝罪していた。